トライアンブイアはルーマニア王国の発明家で航空のパイオニアである。自ら設計した飛行機で動力飛行を試みた。この飛行機は動力飛行が試みられた最初の牽引式プロペラの単用機であった。トライアンブやビューヤ、ビューヤなどとも表記される。ハンガリー王国との国境近くの村に生まれ、ブダペストで学んだ後、飛行機械の設計を始め、 資金を求めてパリに出た。科学アカデミーなどに協力を求めて拒絶されるなど、下が諦めず、1905年12月、UI を完成した。翼を外した状態で操縦に習熟すると、1906年3月18日、パリ郊外で動力飛行を試み、地面から離れ、高度1メートル、距離12メートルの跳躍を行った。 動力飛行の定義の一つである継続的な飛行とは、かけ離れたものであった。8月に改良系を製作し、何度か実験を行ったが、いずれも公式には、動力飛行と認められなかった。1907年25馬力のアントワネットエンジンを搭載した UR2 を最初のパリ航空サロンに出品した。1918年からヘリコプターを製作したほか、内燃機関を使った、 蒸気発生期の発明を行った。ありがとうございます。